この辺りですね。重心が、かかと側に乗るタイプなんで、毎回この微妙な角度をキープするのって結構難しいと思うんで、だからそこを自分でもちゃんとはっきり分かるような状態にすれば、明日も同じスタンス取れるし、まあ明後日、3日後、1週間後ってもうずっと同じスタンスを取れる。で、親指の先端に触れてたものを親指の関節側に、でその状態で構えてる。まあこれ、まあ、イメージで、まあ、ゼンマイ巻いてるような、結局はこれを戻しながら投げるんで、それのゼンマイを巻くっていう感覚で捉えてますね僕。肩のラインをボードに対してもう垂直90度にしたいっていう意識はあるんで、ほんのちょっとこう倒れてるかもしれない、ほんのちょっと寝てるかもしれない、でもそれに違いには気づけないと思うんで、まあそういう意味で分かりやすい、自分でも理解しやすいマックスで倒すっていう状態にして投げてます。腕を下ろしてしまうと肩のラインがボードに対して垂直にならず、また単に両肩のラインを揃えた状態ではダーツを持ち帰る際に無駄な動作が増えてしまう。どうしても下から狙うと垂らして投げるっていうのがちょっと厳しいなと思いまして、それをちょっとこう上にしてやることで結構垂れて投げたりっていうことができる。腕だけこう上げてみたり下げてみたりじゃなくて、もう体全体でこう上下左右、そしてあとは腕はもう全く同じ動きをすれば、ここからいきなりトーンって今まで通り、いつも通りこう投げれますよっていう、人がいたら、それはそれで多分この1個の動作がなくなるっていうことで、結構まあ間違いが、ここで何かが間違うこともありうるんで、まあその間違う可能性が1つ減るっていう意味では、多分有利な投げ方になるんではないかなとは思ってます。速いテイクバックだと、これが多分数センチずれてもちょっと気づきにくいがために、なんで俺は昨日と同じ投げ方してるのに、なんで今日はこんなに違うんだっていう、分からないまま、原因が分からないままの不調みたいなのに陥ってしまうような気がするんで、まあそういうことなら、じゃあ指をこう握り込んでしまうっていう動作は、まあもしかしたら自然なんじゃないかなと思って、どういう動きを今までしてきたか、体が覚えてる、体にいかに覚え込ませたかが勝負になってくると思うんで、最終的にまっすぐに近くなってダーツが飛んでくっていうことだと思うんですけど、これをダーツに回転かけることで、いきなりもうこの全部の、まあ今僕4枚のフライトを使ってるんですけど、4枚の面にいきなり全面にこう空気抵抗を与えてやることで、ダーツの回転はグリップ時の全枚巻きを戻しながらリリースすることでかけている。回転することでフライトへの空気抵抗の強さ、すなわちダーツの修正能力を向上させ、ダーツをまっすぐ飛ばすことができると考えている。
たい、釣り。コークはもう俺苦手です。賛成賛成。特にっていうか、もう毎日変わっちゃいますね。その日に何が悪いか。今なら18から行くけど、この時多分そんなこと考えてないですね。ポンパチ出そうとしか思ってないですね。やっぱりこれで転売なくなった。18一本突っ込んどけば60でまだ転売はある話ですけどね。覚えてない。ここ180か。ここあ180。その時点でちょっと俺やったような4ラウンドトライというものが出てくるのか。なんだよ、俺が外す前提でやってるのかっていう気持ちになってましたね。そうなんですよ。さっきと同じ展開だから逆に意識しちゃったんですよね。時さあ来た。むしろさっきと違う数字の方が僕的には良かったのかもしれないですね。ポートレートインダーツ2013年3月27日堂々発売。